はい、こんにちは、不条でございます。今日は母ちゃんもう逃げました。今逃げました。それでまかないを作ってくれって言ったら、これを作って逃げました。ラーメンだけ作って逃げました。で、これを置いてきました。で、なんで今日今動画を上げるかって言って、これも買ってきました。あ、今日はどら焼き買うの忘れました。ドラ野郎に。なんでこう動画を上げたかっていうとですね、撮っとこうかな思ってですね、今の状況っていうかですね、今ですね、私銀行行って振り込みして、業務スーパー行って、給油所へ行きました。ガソリンを入れに行きました。給油所って言いますけど合ってますか？給油所でいいですか？ガソリンスタンドですか？なんて言いますか？皆さん教えてください。ですね、私、鹿児島に行った時ですね、自動車学校のことを沖縄ではジレンって言うんですよ。自動車練習場みたいな、ジレンって縮めて言うんですけど、まずはジレンに行ってみたいなことを言ったんですよ。免許の更新だったんですか、何かで行ったら、ジレンって何ですかって言われたんですよ。だからたまに間違えた言葉言うと思うんですよね。給油所とか、給油所は合ってますね。給油所、うん、使ってました。合ってます。僕もそういえば向こうにいました。はい、いただきます。ラーメンとおかかご飯でございます。これは気になさらないです。これはまかないです。昼食べるやつがなかったんでこれにしました。弁当はそこそこ売れて、まだまだ売らないといけないのに母ちゃんを買いました。ただそのエピソードがあったんで、それをお話ししようかな思いながら、食べながらお話しようということで、まあ、お客さんが来たら閉めます。で、給油所じゃなくて、スーパーの下にですね、銀行がいっぱい並んでて、琉球銀行、郵便局、沖縄銀行、開放銀行って並んでるんですよね。そこの一番奥の私がよく使うとこはいつも空いてるんです。人いないんですよ。沖縄ではやっぱり琉球銀行の方が並んでるんですよね。だから私はまあいつものように向こうか済ませて、郵便局はないんですけど、ただ見に行って、引き落とされてるか、保険があるんでですね、保険のものを引き落とされてるのに行って、ちょっと琉球銀行のところ並んでたんですよ。並んでたら、並んでていっぱい並んでたんですよ。で、ここは入り口はクリーニングなんですよ。クリーニングの入り口、クリーニングの入り口のところに女の子いたんですよ。で、私面接を送ってこうやったら、こうやったんですよ。なんかこうやったと思うんですよ。で、私はそこに並んだんですよ。あ、開けて並んだんですよ。一区間開けて並んでたら、その前にいたボタンが、向こうが先ですからって怒ったでしょ、私に。なんで怒られるか。私、会釈して目線を送って、スマホやったんですよね。だからいいんだろう思って、なんか夢中になってたんで、いいのかなって言ったら、並んで立ってた。あの子並んでんですけど、そこですって言ったんですよ。こう並んでるのに、こう並んで、クリーニングの入り口に立ってるんですよ。だから出入り、不便なんですよ、出入りが。向こう出入りするとこなんですよ。だから並んだらいけないとこなんですよ、夫は。そこにいたんですよ。あ、そうですかって言って行ったら、その子はその人にありがとうございましたって言ったんですよ。これも腹立ったんですよ。なんでありがとうございましたって言われるのか筋合いは分かんないんですよ。自分が向こうに行ってて、私にすいませんでしたって言うべきじゃないですか。で、まあいいやと思って、逆に腹立ったんで、その子の後ろに並んだんですよ。その子の後ろに、私も横に、今に見てろと思いながら並んだんですよ。案の定、恰幅のいいちょっとヤンキーの兄ちゃんが来たんですよ。そこに並んだんですよ。立ったんですよ。その人、私のように立ったんですよ。当然そこに並んでるか、そこに立ったんですよ。で、私、ここぞとばかりに、不二雄は、子供じみたところがあるんで、負けず嫌いなんで、すいません、さっきの お姉さん、後ろに並んでますよ。注意した方がいいんじゃないですか、私みたいにって。おかしいですよ、この人って言ったんですよ。で、ヤンキーみたいに僕に並んだんですよ。言って、僕は言ったんですよ。人が私さっき並んでたら注意されて、私こっちなんですが、私の後ろ並んでくださいって言ったら、ヤンキーみたいなのがブツブツ言いながら僕の後ろ並んだんですよ。でもう私の後ろ並んでたら、くるぐるくるたんびに皆さんここになるんですよ。後ろです、後ろです、私を誘導して後ろに2人くらい並べたんですよ。3人くらいで、お母さんめっちゃ恥ずかしかったんですよ。ダッシュで逃げたの。もう用を済まさないで、すいませんでしたっていう話です。それで、すいませんでしたっていう話ですね。これです。だから様子を見て注意しないと、なんか会釈したんですよ。どうぞって感じでやったんですよ。会釈して。それで俺はちょっと腹立ったんで、
業務スーパーへ行きます。だから軽自動車並んでるところに、沖縄の人ですね、軽のところの大きくも平気で止めるんです。バーンって。割り込んできたんですよ。私が止めようとして、バーって。バックで入ってきたんですよ。バックで入りますからね。頭でつきます。バックで入ろうとして頭でつくねん。で、腹立ったんで、他のところ止めて待ってたんですよ。待ってて空いたんで、そこの横につけて、その人は何を勘違いしたか、ずーっとハザードつけたんですよ。カッチ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 。もう3分後ぐらいついたんですよ。私で、横に並んで、出る間際に、すいません、ハザードランプついてますよ、さっきからずっとって優しく言ったんですよ。うるせえって言われます。うるせえ。で、その話を業務スーパーの女の子に言ったら、あ、うるさかったんじゃないですかって言われましたよ。うるさかったらしいです、私が。注意されました。あの角はですね、私も一回前に事故したところがあって、確かに、なんかわざとハザードで言ってたのかもしれないですよ。あのコーナーで私も事故されたんですよ。前に事故した YouTube 上げてますよ、角で。でも、あそこで軽自動車で事故るんだから、あの大きい車を止めるべきじゃないんですよ。軽って書いてるんですよ。軽油かもしれないですよ、あれ。ですね、サイでした、サイ。サイに軽油ってあるんですか？軽油のところに止まってました。という話です。軽って書いてます。軽って書いてます、真ん中は。そこに大きい車が、エージェントベンツとかいろんな止まってますよ。うん、おいしい。うん、うまい。それでレジを済ませて出ようとしたら、いつも私のパジェロ乗ってる、パジェロ乗ってるおじいちゃんだよね。あの人は若いって言ってるんで、私よりちょっと上の人がいるんですよ。今も75ぐらい、80ぐらいですか。その人パジェロ乗ってるんですよ。元気なんですよ。動画投げてます、私がパジェロの動画見てください。その人がいたんですよ。めっちゃくちゃ私よりも多く、なんかベーコンとかいろんなもんいっぱい買ったんですよ。おう、元気ですかって私が言ったら、わかんないんですよ、私。坊主でマスクしてる。あ、弁当屋が俺のより少ないじゃねえか。いや、もうおかしくなさって、いつの何か言ったんですよね。もう、まあ、お前のは踊れるの私のより少ないですねって言ったんですけど、少なくしてか弁当恒例って言ったんですよ。少なくして弁当買いなさいって言ったんですよ。買わんで、業務スーパーでっていう話をして、出て行って、いろいろエピソードがある中で出て行って、出ようと思ったらタクシーみたいなのが止まったんですよね、この出るところ。タクシーみたいなのが止まったんですよ。パッて。止まったんですけど、あ、ちょっとやばいかなと思って、出なかったんですよ。そしたら出ろって言ってるんですよ、なんか手で案内してるんですよ。そしたら、優しい教官さんでした。優しい教官さん、僕の知ってる教官さんでした。行ったらいけません。そしたらですね、どうぞって言って教えてるんですよ。こういう時はこうこう指導員かっこいいなと思いました。一生懸命教えてるんですよ。こうやったら危ないから、こうやって向こうが行き詰まってる時は出してあげるとか、そういう指導もしてたと思います。指導してたと思います。素晴らしい。で、最後に私がありがとうってバイバイしたら、その運転してた人もバイバイしてました。小さくバレないように。で、素晴らしい。私のお友達の仕事中にやってくれたんで、微笑ましくて、ああいう譲り合いも教えられる立派な人間になっている。最初はここへ来てましたよ、新人の頃は。素晴らしい仕事って素晴らしいなと思いました。立派な人間になってました。感心しました。名前は言いません。うん、みんな成長してるね。カーテンは成長しません。 YouTube やっても逃げて、だから前が止まってたね、長いことこの辺で止まって行かすんだよみたいななんか言ってたんですよ。あれは私のこと知ってやってたと思うんですけど、で私はそれを知ってたね、軽く会釈したら、あの運転手は私に自分にやったと思って、多分あれ不合格になってるわけです。運転中に悪いこと、
マジカルラブリーの人ですね、一発免許で免許取ったらしいんですよ。安いらしいですよ。なんか何回も落ちたけど計算したら安くなるらしいですよ。ただあの助手席に乗せる指導員が行かないらしいですよ。あれ知り合いで3年以上経ってる人が横に乗って路上とか行くらしいです。めっちゃ怖いって言ってます。もう普通の仮免みたいなもんですよね。親と練習するとか子供と練習する。うん、もうお腹きたんでこれゆっくり食べて、さっちゃんココアもココアもちょっとラップしてます。その話をしてくって食事にしました。これは気になさらないでください。ゆっくり食べます。さよなら。ありがとうございます。ラーメンを食べました。